年末恒例の音楽特番が増えてきた今日この頃、例年にも増してボーイズグループの活躍が目立っている印象だ。その中でも注目を集めたのは11月16日に放送されたベストヒット歌謡祭2023、読売テレビ日本テレビ系での INI、なにわ男子、BE、ファーストのコラボステージ。この記事では3組のコラボステージを振り返り、その魅力を改めて伝えたい。そもそも今回 INI、なにわ男子、BE、ファーストという3組がコラボするに至ったのは、なぜか。それは2021年11月3日にデビューシングル、A を発売した INI、同日にデビューシングル、ギフティドをリリースした BE、ファースト、そしてその9日後、11月12日に、初心ラブで CD デビューをしたなにわ男子と、デビューがほぼ同時期であることに由来している。デビュー同期の彼らの当時を振り返ると、各種音楽チャートでそれぞれがどのようなランクをマークするかが注目され、ある意味ライバル関係のようにも見えたのも事実。しかし、今回、デビューから約2年の時を経てコラボレーションメドレーという形で手を組むことに、日本の音楽シーンを盛り上げる仲間となったのだ。まず、パフォーマンスされたのは INI と BE、ファーストによる INI のデビュー曲、ロケッティア。一番のサビ前までは INI が11人で見せ、サビ部分からは BE、ファーストも登場して18人の対処隊でパワフルにパフォーマンス。実は、これまでにも BE、ファーストの冠番組、BE、ファーストテレビ、日本テレビ系関東ローカルでデビュー曲チェンジコラボをするなど、交流が多々ある両者。そんな2組が共演を果たし、自分たちのデビュー曲を力いっぱい踊る INI と、自らのダンススタイルを崩さず、しかしコラボ相手へのリスペクトを持って踊る BE、ファースト、とそれぞれのカラーが見えた。両者のファンの心を確実に捉えた、満足度の高いステージだったように感じる。続いて披露されたのは、BE、ファーストとなにわ男子による、シャイニングワン、BE、ファーストプレデビュー曲。同曲といえば、オーディション番組を勝ち抜いて結成された BE、ファーストによる、確かなスキルを求められる楽曲というイメージがある。それを、初心ラブでデビューし、キラキラとした王道アイドルイメージのある、なにわ男子がどう表現するかは、良い意味で想像できなかった。しかし、そこはキャリアの長いなにわ男子。全く引けを取ることなく、BE、ファーストのフォーメーションの中に入り込み、全身を大きく使って見せていた。さらにサビ後半の2列になる部分では、なにわ男子が前列に、BE、ファーストが後列に行く部分も、コラボ相手を立て、最後には1列で曲を終えるステージ構成は胸を熱くさせるものがあった。3曲目に披露されたのは、なにわ男子の 2ND シングルより、The Answer、INI、そして BE、ファーストが合流し、最終的には3組で披露した。サビ部分では INI がなにわ男子を囲む形で王子様な一曲に挑戦。さらに、曲中では長尾謙守、なにわ男子と使う夢、INI がハートを作ったり、RYOKI、BE、ファーストと佐野雄大、INI と藤原丈一郎、なにわ男子が肩を組んでカメラに向かってアピールしたり、日英春雄、なにわ男子と田島翔われ、INI が背中を合わせたりとファンには胸熱なコラボステージらしいカメラアピールが多々見られた。また、パフォーマンス前のトークでは BE、ファーストの MANATO が INI の松田、仁と、リヒー、池正人と焼肉に行きましたと話したり、長尾が BE、FIRST さんのライブに行きましたと明かしたりと、今回のコラボステージ前から交流があることも明らかに。ステージだけではなく、各々のエピソードや、その後 SNS にアップされた3グループの交流写真でもファンの胸を熱くさせた一夜だった。3グループの交流にとどまらない、2023年のボーイズグループシーンの盛り上がりを感じた今回のコラボステージ。今後も、それぞれの交流が見れることを期待したい。